こんにちは、スマユーチームの時野真央です。今回もスマユーチームが獲得した株主優待をご紹介していきます。マイキー、自社株買いも行っている投資会社です。ご紹介するのはいちご株式会社さんです。不動産への投資とその運用を行っている企業グループです。オフィスビル、商業ビル、ホテル、太陽光発電施設、幅広い分野の不動産を手掛けています。ちなみにいちごと聞くとストロベリーのいちごが頭に浮かんでしまいますが、いちごさんのいちごはいちご一会を由来にしています。事業のセグメントは大きく3つに分かれています。まずはアセットマネジメント、投資家から資金を集め投資法人やファンドの形式で運用します。運用報酬や収益を上げた場合の成功報酬などが収益源となります。運用している中には東証のリート市場に上場している投資法人も3つあります。それぞれ名前を見ればどんな不動産を保有して運用するのか分かりますね。次に新築事業、これはいちごさん独自の表現です。心で気づく、心を気づくを信条とした不動産の価値創造ということなんだそうです。具体的には保有する収益物件の売買や賃料収入、ホテル運営、不動産小口化商品など様々な不動産関連ビジネスが含まれています。3つ目はクリーンエネルギー、ソーラーパネルを設置した太陽光発電所を運営し、発電した電力を売電しています。風力発電にも取り組まれています。今後はバイオマス発電も計画されています。ではそんないちごさんの企業情報と業績を見てみましょう。本社は東京都千代田区、東証プライム市場です。前期2023年2月期は不動産の売却に伴う成果報酬の増加や運営しているホテルの需要が回復しているなど、各事業が好調に推移し増収増益となりました。今期2024年2月期は成果報酬の減収やクリーンエネルギー事業でメンテナンスのコストが発生することなどから減益の開始予想となっています。ただ IR 資料を読む限りでは着々と仕込みが進行しているようなので、中長期で期待が持てそうな気がしますね。配当は期末に8円の予定となっています。株主優待の権利確定は2月と8月です。ちなみにいちごさんは1株でも持っていれば株主優待をもらうことができます。1株単位の単元未満株を購入できるネット証券さんも複数ありますので、活用してローコストで株主優待獲得という選択肢もありますね。そしてこちらに優待の案内のパンフレットがあります。いちごさんの株主優待はサッカー J リーグの観戦チケット応募です。専用サイトにログインして行きたい試合に応募します。もしも当選したら試合チケットが送られてきます。しかも日が被らなければたくさんの試合に応募することが可能です。試しにサイトにログインしてみましょう。いちごさんだけでなく傘下の投資法人も同じ優待制度があるので、どこを保有しているか選択してログインします。じゃあ応募できる試合を見てみましょう。こちらの10月20日の試合は応募済みですね。そのため同じ日の他の試合は応募不可になっています。そして応募できる試合はたくさんありますね。応募状況などから計算された現時点での当選確率が表示されています。横浜 FC と FC 東京の試合は当選確率 2.985% ですね。こちらは 2.314%、 1.225%、 こちらは 4.901%、 だいたい 1% から 5% の間くらいのようです。なかなか狭きもんですね。はい、このような感じで応募することができます。個別の当選確率は低いのですが、たくさん応募できるので結果を待つのが楽しみな優待ですね。最後、スマユーポイントでおさらいです。株主優待の権利確定は2月と8月です。株主になると J リーグの観戦チケットの抽選に応募できます。全国の J1、J2、J3 の対象試合で1日につき1試合応募することが可能です。100株の単元株での投資単価も低いですが、さらに1株単位のミニ株でも株主優待の権利が獲得できます。いちごさんの株主優待の紹介でした。いちごさんはスポーツの振興にも熱心です。実業団チームとしてウェイトリフティング部、ライフル射撃部、陸上部を運営されています。
最近、ウェイトリフティング部に所属されているロンドンオリンピックの銀メダリストの三宅宏実さんがご結婚を発表されるというおめでたいニュースもありましたね。今回もご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録やグッドボタンもお願いします。それではまた次回もお楽しみに。